はい、どうもタクティーです。今日はね、宝塚北のサービスエリアにねちょっと行ってみたいと思います。ここはね、新名神のね高速道路走ってます。ということで、はい、この宝塚北ね到着ですね。じゃあね、ぐーっと入っていきたいと思います。はい、じゃあね、宝塚北到着したんでね、ちょっとねお散歩したいと思います。ちょっとねぐるっとこう紹介がてらに宝塚北のサービスエリアね歩きたいと思います。はい、ということでね、宝塚の北サービスエリア到着です。こんな感じですね。こんな感じになってて、今僕がいる方はね下り線の方ですね。下り線の方にやってきました。このね宝塚は南ヨーロッパをねイメージした宝塚モダン、そんな感じで作られた建物です。わお、美味しそうやな。ソフトクリームにな。じゃあちょっとこうずっと岡山方面ちょっと入っていきたいと思います。一般食堂カズマではブランド地鶏であるタッパーカドリを使用した親子鶏を販売しております。この先には一番に美味しくなった親子はふっくらと焼けた高い星板の上に、こんな感じでね、こう本当なんかこうモダンなヨーロッパをイメージした感じでね作られている宝塚北サービスエリアです。はい、この奥はねもうトイレになってるので、トイレもねすごいモダンな感じですね。すべてがモダンです。でとりあえずこれこう抜けていくと、この宝塚北のサービスエリアは上り線のね、上り線になります。はい、京都方面こっちに出てくると、突き抜けるとこっちは上り線のね駐車場になります。上り線の駐車場になります。こんな感じです。じゃーん、宝塚北でこんな感じですね。はい、じゃあちょっとねこっち行きましょうか。こっちにずっと行くと、わお、ソフトクリーム美味しそうやな。中庭があるんですよ。で外にはねさっきのねソフトクリーム屋さんとか、まあ、いろいろお店が出てます。お、これは何や。お、火の鳥、火の鳥ですね。宝塚北サービス屋内にて手塚治虫のキャラクターグッズ販売中ということで、そうですね、手塚治虫さんのキャラクターグッズが中には販売されています。後でね、ちょっと中も入ってみたいと思うんですけど、いいですね。見てください、こんな感じになっていて、すごくいいですね。これ中庭ですね。ここでなんかね、ここの中庭はいろいろまあイベントとかが行われる場所になってます。でこちらこの奥はこれねサブトイレですね。さっき最初に映したところがまあメイントイレなんですけど、こっちはサブのトイレになります。でこんな感じで、じゃん、宝塚北です。はい、
土産売り場になってます。お土産売り場です。あ、こちらフードコートですね。フードコート、リボンの騎士。すごいな。こんな感じになってます。この辺にグッズとか売ってるんかな。鉄腕アトムとか、ベルサイユのバラ、チョコレート、美味しそう。ベルサイユのバラはあれですよね、またね、作者違いますよね。コーヒー屋さんもあったりします。パン屋さんとか、こっちには鉄腕アトム、あれがありますね。これなんていうんやろ、ちょっと分からへんけど、はい、こちらですみたいなね、鉄腕アトム、はい、何にもね、なんか美味しそうなものがたくさん売ってます。たくさん売ってますで、ね、このね、宝塚北のサービスエリアは今年の3月で5周年を迎えて、今ね6年目に入ってます。宝塚北のね、サービスエリア、ここにも明石焼きがあるぞ。ここにも明石焼きがあって、串焼きとかぼっかけ焼きそばとかありますね。はい、でもね、駐車場もね、上り線下り線ともかなり広いですね、はい、かなり広いです。でこんな感じで宝塚北サービスエリア6周年目を迎えております。ね、この南ヨーロッパをイメージしたこのモダンな建物がすごくいいですよね。はい、ちょっとさっきの向こうのソフトクリームが気になったから、ソフトクリーム買いに行こうかな。はい、ね、こんにちは、アイスクリームを買いたいと思います。何が美味しいですか？おすすめ何が美味しいですか？チョコレートが、うん、あ、チョコレートが美味しいですか？すごい濃くて、はい、レギュラーの方でしたら人気はクッキーズバニラなんですけど、ほう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 、おすすめはあずきです、はい、あずきがおすすめ、はい、でもプレミアムのチョコレートが僕は食べたいです。じゃあチョコレートで、はい、ありがとうございます。お会計500円です。はい、ました。ちょっとお預かりしますね、はい、ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。焼き栗は焼いてるんですか？栗、こちらですね。あ、ほんまの栗やね。はい、わお、こんな感じです。美味しそう。これはこれで美味しそう。ありがとうございます。はい、じゃあいただきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ということでソフトクリーム買っちゃいました。めっちゃ美味しそう。プレミアムチョコレート、めっちゃ美味しそうです。うん、甘い、めっちゃ甘くて美味しい。はい、ということで今年ね6周年目を迎えた宝塚北のサービスエリアを散歩してみたでした。
暑いから溶けてくるのが早い。ということでね、また新名神この辺ね走ることがあったら宝塚北寄ってみてください、はい、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。